坊城敏明は、日本の公家、陸軍軍人、政治家、陸軍不評中佐、貴族院伯爵議員。山城国京都で、坊城敏勝の長男として生まれ、父の養子で、いとこの坊城敏正の養子となる。安政4年11月25日に元服し、昇殿を許される。源氏元年12月25日自重となる。慶応3年12月9日。 王政復興を迎え、慶応4年2月20日参与、ベンジ火星に就任。以後、ベンジ、外国事務局兼保、三等陸軍省を歴任。同年8月、旧幕府艦隊に備えて、摂仙防御総督に就任し大阪警備に当たった。さらに、左小便、三陸巡察士、陸軍少将、県三陸岩木良和瀬地県三陸岩木良和絶時間などを経て、 明治3年9月24日、第一次山形県知事に就任し、明治4年10月5日に面本館となる。その後、ロシア帝国、ドイツ帝国に留学し、1874年7月に帰国した。その後、この F 不評大隊長、第一士官軍法会議班市長などを務め、陸軍不評中佐に進み、日清戦争では台湾兵団司令官として従軍した。 養父、豊政の死去に伴い、1881年11月7日、家督を相続。1884年7月7日、伯爵を助爵。1897年7月、貴族院伯爵議員に選出され死去するまで在任した。ありがとうございます。